カーテンだけでその仕切られているので何を喋ってるか全部聞こえてくるんです、切る切るっていうその殺す殺せいろんなところから聞こえてくるんです。切る切る切る、すごいなと、みんな殺すつもりでやってるんだなって、恐ろしいな、切るというその怒声がですね。船木正和です。今回も質問フォームになります。古い話で恐縮ですが、 UFC 第1回大会においてパンクラス代表としてシャムロック選手が出るに至った経緯を教えていただければ幸いです。当時の専門誌で読んだかもしれませんが、記憶が曖昧になっております。現在の総合格闘技の原型ともいえる旗揚げ間もないパンクラスの目指した方向性からすると、相手へのベアナックルでのパンチやヘッドバットまで、容認されていた当時の UFC ルールと相まみえることになったのがやや不思議に感じます。旗揚げ戦において、もし船木選手がシャムロック選手に勝っていたら、もしかして船木選手があのオクタゴンに入る可能性もあったのでしょうか。第3回大会で自らシャムロック選手のセコンドに疲れ、実際の大会を目の当たりにされたわけですが、どういった印象を持たれましたかという、まあ懐かしい、質問です。あの第1回 UFC 大会ですね、あの最初は、まあ、そのなんでそのシャムロック選手が出ることになったかなんですけども、最初は、まあパンクラスが旗揚げしたする前ですね、前ぐらいからもうこの大会があるというふうなことを聞いてまして、まあ、それでまあとりあえずなんかまだその総合格闘技的な形ではなくて、もう本当にあの、喧嘩ですね、まあ、アルティメットファイト、究極の戦い、あの喧嘩の大会があると、それではその大会に 出たいと、で俺は絶対にあの優勝するから大丈夫だと。でまあもともとそのシャムロック選手はその若い頃にですね、タフマンコンテストというその一般のまあ素人なんですけどもが、ボクシンググローブをつけてもう思いっきりそのリングの中で殴り合う、そういったその、小さな大会に出て、それでも、まあ、あの負けたことがない、そういうことなので、まあ大丈夫だろうと。で、まあ、何でもありであればその関節技とかもありますので、あの絶対にこれはまた、シャムロック優勝するだろうな、しかもあの そこまでそのなんかテレビ中継全米でそのペーパービューとかですねやる大会だとは思っていませんでしたので、あの全く、まあ、ノーマークというか、まあ、普通のその、まあ街の喧嘩の大会に出てシャムロックがその勝つと、そんなあのイメージであの普通に、安心してあの送り出したのがあの経緯ですね。でまあ1993年11月12日ですね。でこの3日前に、11月8日ですね、3日前に11月8日に、神戸、パンクラスの神戸大会がありました。でまあその試合も出ると、で出ても、大丈夫だということで、それでまあ出てもらって、でそのまま、8日9日にはもう第1回 UFC の方に、まあこちらからもあの一応まあ何があるかわからないので、その福選手とですね、そのヒロトトレーナーをですねこうつけて、それで第1回 UFC の方にシャムロックと向かってもらったんですけども、あの時はまあでも結構ですね、その大会がで他に出る人がやっぱりそのパトリック・スミスとかですね、あとはそのジェラルド・ゴルド選手っていう日本で結構有名な選手が一緒にその名前がその連なってましたので、それで結構なんか、もしかしたらこれ結構すごい大会になるのかなみたいな形ですね、あの決勝は絶対にそのゴルド選手とシャムロック選手になるんじゃないかなっていうふうに自分は思ってたんですけども、まあその中で怪しいですね、柔術というその聞いたこともないあの柔術自体が当時はどんなものなのかも分かりませんので、あのまあ本当にちょっとこうちょっともしかしたらあの型しかできないんじゃないかなっていうぐらいしか思ってなくてですね、でまあそのホイス・グレイシー、当時はグレイシーとグレイシー、カタカナでグレイシー、点々がちょっとこう見えなくてクレイジーだと思って、クレイジー柔術ってなんてバカなあの名前なんだろうと思ったんですけども、まあグレイシーだったんですけども、
で、まあそのまず第一報でそのシャムロックが勝ったと、あ、まあ当たり前だな。ほんで、あの、まあ一回一回その連絡が、その国際電話ですね、入ってくるんです、事務所に。よしよし。で次に第 2回戦ですね。あ、クレイジー柔術大丈夫だろう。そしたら負けた。え、なんで負けたんだろう。まあまあそんなこともあるかもしれないと。ほんで、もしかしたら、まあ、あの首を絞められたっていうんで、あの、まあ、たまたまですね、たまたまそういうふうな形になったのか、道着で絞められたのか。で、まあ、あの次ですね、びっくりしたのは、その誰が決勝に行ったのか、あの、まあ、誰が決勝でその勝ったの、優勝したのか、それを聞いた時に、またそのクレイジー柔術がその優勝した。これはしかも、あの相手はジェラルド・ゴルド選手ですね。あのゴルド選手に、シャムロック選手を倒したチョーク、同じ技でゴルド選手も倒されたと。本当にびっくりしました。何者が出てきたのかな、その柔術っていうのが、あの何なんだろうなって、全くその聞いてるだけだと本当になんか、あの狐になんかつままれたみたいなですね。早くそのビデオが見たくて、ですぐにその、向こうに行った記者の人からも聞いてですね、なんかすごいあの選手が出てきたよみたいな形で、それで、まあ、あのペーパービューで撮ってもらったやつをすぐにもらってみたら、やっぱり、同じ技なんですね。同じ技でその2人とも負けてますので、これはなんか違うぞと。あの普通っていうか、その思っていたその、柔術とは違う、なんか本当のなんか、実践的なですね、あの技を使う選手なんだなというふうに思いました。そして、あの、まあ、シャムロック選手、その次の、シリーズに来て、で話聞きました。あれはマグルだと、絶対にマグルだ、なので次やったら俺は絶対勝つ、もう言い切ってました。なんですけども、あのマグレで、ゴルド選手も倒されるわけはないと自分は思いましたので、何回もビデオ見て、同じふうにやられてる、しかもすごく安全にですね戦ってるホイス選手がですね、なんかものすごく、ものすごいその技術があるのかなと思いましてですね、とにかくその柔術っていうものをちょっと調べたくなりましたね。で、まあ、いろいろ、記者の人とかとも話をしてですね、まあ、柔術のビデオをですね、あるだけ、その今手に入るだけ、そのグレイシー、その時はもうグレイシーもちゃんと分かってました。グレイシー柔術のビデオもたくさん、ホイス選手が試合したのとか、あとはその、まあ、ヒクソン選手のそのビーチファイトもありました。まあ、いろいろその昔のやつをちょっとこう見せてもらって、あ、これすごいな、これはあのちゃんと覚えないと絶対勝てないなっていうふうにあの思いました。なので、あの、あ、それで、ちょうどですね、その頃にその、格闘技通信の安西さんでがあのお話をその持ってきてくれた、ロスアンゼルスにあるそのマチャド柔術というその柔術があるんですけども、まあグレイシー柔術とはあの同じ技を使うなんですけども、マチャド柔術の方は、バルトゥードはやらない、あんまりそのやらない、あの否定派だということで、おそらくバルトゥードには出ないので、あの技とかもですね普通にあの教えてくれるんじゃないかということで、それでまあ行くことにしました。で、シャムロックも同じアメリカなので、シャムロックも呼んで、で一緒にちょっと柔術を覚えに行こうと、覚えなければこれは絶対に勝てないと思いましたので、2人でですね、行きました。マチャド柔術道場に、それで、まあ、初めてですね、その2人で、まあ、他の、柔術というその他の格闘技のところに、まあまあ、出稽古ですね、行ってみれば行ったんですけども、あの、まあ、最初はすごく友好的 で、まあ、じゃあトレーニングしましょう、まあ、スパリング軽くしましょうということで、あの道着をですね渡されました。で、まあ、自分はパッとすぐ来たんですけども、
まあ、シャムロック選手はもう本当着るの嫌がってましたね。なんか絶対なんでこんなの着なきゃいけないんだみたいな形で言ったんですけども、とにかくこれを着てこう技をこう受けてですね、そうしないとどうやってその彼らが技に来るかということを覚えないから、必ずまた次やった時も使ってくるから頼むから来てくれって自分があのそういう感じですね、あのいやいやシャムロック選手に着せたんですけども、何人かのですね選手とスパーリングをほとんどやったんです。マチャド、ジアン・マチャド選手、ジョン・マチャド選手、ヒーガン・マチャド選手、まあいろいろ名前が人が多すぎてですね、名前を覚えるのも大変なんですけど、すごいなと思ったのはジアン・マチャド選手っていうのは指がですねちょっとこうないんですね。で これしかつかめないんですけども、その力がすごくてですね、あの柔道道着をこうつかまれたら離さない、離れないので、一番その人に自分やられました。あの特に手加減してるわけではないんですけども、とにかく、まあ、柔道着を使った、その道着を使った技も全く知りませんでしたので、とにかくあのコテンパンにやられましたね。あの指の力だけで あそこまで戦えるのはすごいなと思いましたね。で、まあ、シャムロック選手とヒーガン・マチャド選手、一番体の大きいヒーガン・マチャド選手ですね、五分五分でしたね。なんですけども、最終的に、締めに入られそうになった瞬間、シャムロック選手が力ずくで抜けようとしたら道着がですねビリッと破れて、まあ、それで、まあ、あのタイムオーバーになったんですけども、まあ、道着が破れるのもあの初めて見ましたね。道着ってなかなか破れないと思うんですけども、シャムロック選手が思いっきりマチャド選手からこう抜け出そうとしたらビリッとかってなってですね、まあ、弱い部分がこう破れたんですけども、すごいなと思って、まあ、それで、いろいろですねすごく収穫がすごくありましたね。で、まあ、技もですねたくさんかけられて、2人ともボロボロになりながらですね、次の日は、ディズニーランドじゃない、ユニバーサルスタジオですねの、観光をしました。まあ、そんな感じで、まあ柔術対策をして、自分の中でもシャムロック選手の中でも次にそのホエス選手と戦う時はどうすればいいかっていうのはもうほぼその時にですねあの出来上がってましたね。そして、UFC3 ですね、94年の9月1日にその大阪でパンクラスの大阪大会があって、そこから約1週間ですね後の9月飛行機で飛んで9月9日で、自分も一緒に次はあの試合終わった後なのでシャムロックのセコンドに着くということでノースカロライナまで2人で飛びました。ノースカロライナ飛びまして、で、ライオンズ・デンのメンバーとも交流しまして、でもこちらからはその日本人、まあ、自分の付き人っていう件もあるんですけども、伊藤貴文選手一緒に行って、それでまあ試合用のですねトレーニングをですね1週間前にやろうということで始まったんですけども、まあとにかくそのシャムロック選手の気合がですねものすごくて、トレーニングなんですけども、もう本気ですね、本気でやってましたので、まず伊藤が一発でノックアウトされましたね。そして、まあ、ジェイソン選手が、やられ、でバーノン選手もやられですね、どんどんその一人一人その怪我人がですね続出して、で最終的に自分は作戦コーチとして行ったんですけども、スパーリングパートナーも本当に自分しかいなくなってしまって、で、まあ、自分とシャムロックがこうスパーリングをしたんですけども、結構その時もですねやっぱりすごいな、グラウンドでもこう結構パンチをですねボン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 当ててきたので、まあ、それで、まあ、ほとんど、まあ、実戦っぽくになってしまってですね、で、まあ、自分ももう本当に使わないであろう、そのホイス選手が使わないであろうそのヒールホールドをですねが取れる体勢になったんで、パッとこうやったらシャムロック選手が「あっ!」って言ったんですね。でその瞬間自分もちょっと我に返ってしまったんですけども、シャムロック選手の膝ですね、膝の外側靭帯をちょっと損傷してしまって、で、まあ、その日からですねトレーニングができなくなってしまいました。まあ、当日は
その麻酔、まあ、ドクターのところに行ってですね、その麻酔を打ってもらうということで一応落ち着いたんですけども、普通であれば、おそらく試合の1週間前にそんな怪我をしてしまってものすごいもう落ち込んでしまう、まあ、自分であればなんですけども落ち込んでしまうと思うんですけども、シャムロック選手は全く落ち込まなかったです。なのであの麻酔を打てばまた痛みが消えて普通に試合ができるから大丈夫だっていう多分考えだと思うんですけども、あの全然精神状態全くブレてませんでした。でまあ、あのコンディショニングですねだけ、少しずつ整えておいて、でまあ当日麻酔を打った後に少しその走ったりとかですね、あの体を慣らしてみて、それであの本番に向かいましょうということで行ったんですけども、で実際、当日ですねあの麻酔を打ったら全く、痛みもない、絶対大丈夫だという形でそれで、当日を迎えました、トーナメント、またトーナメントですね、これでまあ、あのホイス選手もエントリーしてますので、まあ、うまくいけば決勝で当たるという形になってます、まあ、シャムロック選手第2試合クリストフ・レニンガーですね、4分49秒グラウンドのパンチでギブアップ勝ちました。でホイス・グレッシュ選手対、キモ選手、あの初出場だと思うんですけども、ものすごい、まあ、何もか分からないけど、まあ、ちょっとプロレスラーっぽいなっていう感じのその風貌というかですね、ヒールのレスラーみたいな形で、まあ、十字架を背負ってこう入場パフォーマンスとかもすごかったんですけども、この選手がものすごく前線しましてですね、まあ、本当にホイス選手すごく苦しめて4分40秒をアームロックで、勝って、でホイス選手が準決勝、シャムロック選手ホイス選手が2人とも準決勝ですね、まあ、いい感じでこう進んできました。で、シャムロック選手第5試合、フェリックス・ミッチェル選手、黒人の選手ですねと試合をしまして、結構苦戦しましたね。なんでかと言いますと途中でですね実は麻酔が切れてしまいました。なので足がまた使えなくなってしまったんですね。それでも最後4分34秒チョークスリーパーで勝ちました。なんですけどもこの瞬間からですねシャムロックの足の痛みがまた再発しまして、本当に普通に歩けない状態にもなってしまったんですけども、そしてその次の第6試合ですね、ハロルド・ハワード選手対ホイス・グレッシーのはずだったんですけども、ホイス選手がなかなか試合に出ようとしません。でなぜかですね、ホリオンさん、お兄さんのホリオンさんがいろいろこう話をして、まあ、やるのかやらないのか、やらないんだったらもうタオル投げるぞみたいな、そんな感じだったと思うんですけども、さっとタオル投げて、まあ、試合放棄ということですね。ホイス選手がいなくなってしまいました。そして、そのまんま行くとですね、今度はシャムロック選手とそのハロルド・ハワード選手が試合になるんですけども、ハロルド・ハワード選手第1試合46秒 KO で勝ってます。そしてこの第2試合準決勝でホイス選手とやる予定だったんですけども、試合をしてないのでもう本当に無傷で、まあ、まだまだその体力もめちゃくちゃ有り余ってる状態だと思うんですね。でどうするのかと、ホイス選手とはできなくなったんですけども、この大会もしもこれ優勝したら一つ箔がつくぞという形で、どうするのかですね、そういう話もあったんですけども、ここでですねシャムロック選手ものすごい悩んでました。ホイス選手と試合をするために出たなんですけども、ホイス選手はいなくなった、だけど優勝すればそれはそれで一つその勲章になるということで、すごく悩んだんですけども、ごめんとできない、やっぱりホイスとやって勝って優勝したいということでですね、涙を飲みながらシャムロック選手もその辞退することになって、本当に泣いてましたね。男泣き、悔しさ、かわいそうなぐらい泣いてましたね。こんなに弱い姿見たことないくらいのですね。
そして、本当に運命なんですけども、不思議な運命、その代打で出たですね、スティーブ・ジェナム選手、これ忍術の選手なんですけども、がそのハロード・ハワード選手、これ、全くその無傷のですね、第1試合で1試合、46秒しか試合してない選手と、代打で出たスティーブ・ジェナム選手が第7試合決勝トーナメント決勝で戦って、スティーブ・ジェナム選手ですね、あの代打の選手が、トーナメントを優勝してしまうという、なんかすごくなんか不思議な結末をですね迎えてしまって、あの少しびっくり、あのおかしさでちょっとびっくりしてしまったんですけども、正直、出ないでほしいなと思いました。あのもう本当にあの万全な状態ではないので、まあ、しかも自分がやったそのヒールフックホールドのせいでそのしてしまった怪我だったので、それで例えばその出て負けてしまったらですね、ものすごくやっぱり自分も悔しいですし、なので出てほしくないなと思って、それでまあシャムロック選手もあの出ないと、まあ、涙を飲んでその出ないということになって、それでまあちょっとほっとしましたね。でまあホイス選手も出なくなりましたし、あのちょうどこうなんか2人であの次ですね、あの決着戦を待つかのようにですね、今回はこうあの辞退したような、そんな感じでした。でその注目の決着戦なんですけども、ここからそのこれからUFC3 から、約7ヶ月後の UFC5 です、1995年4月の7日に、行うことになりました。で4月の8日にはですね、自分がそのパンクラスの愛知県体育会、大会がありましたので、セコンドにつけないということでなんですけども、あの今回は万全で、体調も万全でもしっかりと自分と、対策もあのちゃんと話し合ってですね決めてますんで、それ以外のことはやらないということで、もうあの完璧に決めてその送り出した記憶があります。そして、第 UFC5 の第9試合ですね、 UFC スーパーファイト王座決定戦、30分1ラウンド延長3分2ラウンドという形で、シャムロック対ホイス・グレイシーが組まれてですね、もう本当延長も全部使って、36分時間切れ終了ということでですね、まあ本当に負けなくてよかったなと。でまあ、 あのホイス選手の顔面一発殴れて、でちょっと腫れてましたので、まあ判定があるんであれば、まあ、シャムロック選手の判定勝ちかなという形で終わったんですけども、ほっとしましたね。まあ、なんですけどもやっぱりその36分そのしのいだホイス選手もまたこれはすごいなと。ただこれをきっかけにシャムロック選手があの UFC の顔にですねなったんじゃないかな、そんな感じがします。その後からずっとそのスーパーファイト専門でこうシャムロック対誰々、シャムロック対誰々、そういう試合が組まれましたので、まあ、UFC にとってもですね、アメリカ人のそのスーパースターがあの UFC でその誕生したということで、かなりいいきっかけになったんじゃないかなと思いますね。本題なんですけども、 UFC のその3ですね、実際にその会場でですね、シャムロックのセコンドつきながら、まあ、控室もずっと いましたので全部見てみたんですけども、やっぱりあの当時はですねとにかく殺伐としてました。もうあのまだ始まったばっかりのその喧嘩の大会ですね、格闘技をとはいえその目つぶし金的噛みつき以外は何だ、金的目つぶし噛みつき以外は何でも OK のですね、あのアルティメットファイトなので本当に殺伐としていまして、あのそのノースカロライナの控室も広いんですけども部屋がこう ないんですよ。なんでまあなんかこうカーテンでこう仕切られてですね、まあ一個一個の部屋で、まあ、囲いがないというかカーテンだけでその仕切られているので何を喋ってるか全部聞こえてくるんです。でもその中で、切るっていうその殺せっていうその単語がですねいろんなところから聞こえてくるんです。切るパパパッとくるんで、すごいなと、あのみんな殺すつもりでやってるんだな、恐ろしいな、そんなあの切るというその怒声がですねボン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 あの聞こえてきました。
やっぱりそのスポーツとしてその確立したその今のですね UFC よりも、選手の当時は選手のですね精神状態が本当にあの殺し合いに近い状態でその試合をされていたのかなというふうに思いますね。正直、パンクラスとしてはですね目指す方向が違うなと、そういうその殺し合いではないので結論そういう結論になった試合、大会ですね実際に行ってみて感じたことはやっぱり殺し合いじゃなくて、技術のその試し合い、まあ、その中にその心があってっていうそういう殺し合いではないなということも完全にパンクラスとは違うなっていうふうな結論に至って、まあ、帰国した記憶がありますね。まあそういうことで、まあ、UFC とは、まあ、シャムロックだけがそのこうシャムロックがその行くとなったそのきっかけだったんで そこでそのシャムロックがそのに自分が勝っても、まあ、自分が入ろうとは思いませんでしたし全然まあそれ以外シャムロックがホイス・グレイシー当初のホイス・グレイシーと引き分け で UFC の顔になったことによってもう UFC はもうシャムロックに任せる総合ですねそんな感じで思っていたんですけども、まあ、そのグレイシー柔術の中でも一番その強いと言われている巡り巡ってそのヒクソン・グレイシー選手と、その数年後にですねやることはですね夢にも思いませんでしたねその時は、まあ、本当に人生って、不思議なこう流れがですねあるなと思いましたつくづく思います。以上です、今回は、UFC、第1回 UFC ですね西山ロックが出る K あとは UFC3 で、セコンドについて見た感想をお話ししてみました。ご視聴ありがとうございました。